こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。すし三昧からの登場でしたね、今ね。はい。今日は、なんと、普通のポニーテールが、普通のポニーテールが、おしゃれに見えるワンポイント裏技を今日は紹介したいと思います。はい、はい、普通にまとめただけだと、まあ、ごく普通なポニーテール、ざっくりまとめたような感じになるんですけど、ちょっと工夫するだけでよりおしゃれ感が出るというか、ちょっと雰囲気が良くなるアレンジになってますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。お願いします。久々に電話、はい、ありがとうございます。それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。5滴出します。毛先から順に束感が出るくらいしっかりとつけていきます。ミストを髪の毛の表面につけていきます。シで表面を溶かしていきます。このくらいツヤ感と束感が出たら OK です。耳よりも少し下の位置でまとめていきます。まとめる位置が上すぎると少しスポーティーな感じのイメージに見えますし、下すぎると逆に暑い時期だとちょっと暑苦しく、首元が暑苦しくなるので、耳より少し下くらいの位置がベストです。長めのカラーゴムを二重にして使います。ゴムで結んでいきます。少しきっちりめに最初は結んでください。根元のゴムを少し押さえながら、ゴムの幅を広げていきます。髪の毛の量が多い人は、薄く結びすぎちゃうとずらしにくいので、少し緩めに結ぶのがポイントです。ゴムを押さえてトップにボリュームを出していきます。本当は遅れ毛もこの辺だったりとか、あと耳のところもちょっとかぶせてルーズに見せたいところなんですけど、最近はちょっとマスクが主流になってますので、マスクをするとちょっとここが浮いてきちゃったり、バランスが悪く見えやすいので、今日は出しません。はい、はい、こんな感じで出来上がりました、はい、ポイントはまずしっかりとオイルだったりミストを使ってツヤ感、束感を出してあげる。青毛も抑えるとか、ね、あ、そうですね、青毛も、うん、でカラーゴムを長めに作ってあげて、それをちょっと広げてつけてあげることによっておしゃれ感が増す。ヘアアクセもいいだもんね、それ。そうです、うん、はい。それから顔周り遅れ毛とか出せない、結構今の時期なので、その代わりにちょっとピアスをちょっとこう揺れるような感じでアクセントをつけてあげると、より顔周りも華やかに見えますので、ぜひやってみてください。簡単だと思うんで、はい、ぜひ皆さんやってみてください。やってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。